久保さん。久保さんからキングコング西野さんのタイトルが出てくるとは、ね、興味ない、興味なくても動画撮れるっていうね <laughs>、面白いですね <laughs>。で、今回は楽に行きたいですと。なんか久保さんの動画が終わった後、なんかライブ放送でコメントで僕は楽に行きたいですみたいなコメントが入ってて <laughs>。まあ、楽についてちょっとお話しようかなと思うんですけど。楽って何なんですかね まあ漢字に書くと楽、楽しいってあると思うんですけど、まあ一緒な感じじゃないですか。だから楽って何なんだろうっていう、そもそも。これね、多分ね、うーん経験したことがないからかもしれないですけど、何もやることがない。僕ニートを経験したことがあって、めちゃくちゃ楽ですよ、ニートって。うん。でも辛かったです。 だから一回ニート経験してみればいいんじゃないですかね <laughs>。まあその実家暮らしして、はい。あの本当ドラマのみたいな感じで引きこもってゲームばっかりしてて、部屋の窓、扉がコンコンってなって配膳、配膳がされてくるんですけど、本当にこもってましたね。でも辛かったっすね。うん。だからあれはあれでいいけ、僕の人生の中でいい経験だったなと思うんですよね。 楽って何なんだろうっていう。その楽の定義が自分の中で何もしないことが楽であるならば、一度人生80年ぐらいあるわけじゃないですか、普通に来たら。じゃあ、半年でもいいんで、3ヶ月でもいいんで、1ヶ月でもいいですよ。本当に何もしないあの、家に引きこもってずっと、なんか、あの、やってる、に、ま、今、あ、やってるか寝てるか何でもいいんですけど、だそ,うそれをするといいと思いますよ。そうすると、楽って って何なんだろうと思うとと思思楽ですよ。うん。でも心は楽じゃないですよ。全然。心は満たされないです。楽だけど。心が満たされるものって何なのかっていうと、何かその取り組んでること、取り組んでるものがあるかどうかっていうところが、心の重複度、楽しいっていう、うんだと思うんですよね。 だからみんなその楽に行きたいっていうのは単純にその今の忙しい日々を逃げたいと思ってるのがあ中止にあるんじゃないかなと思うんですよね。でも逃げたその先に楽はないですよ。うん、こまあこれは人それぞれですけどね。うん、じゃあ久保さんが今独身で あの、何も、動画も撮ってず、と撮らず、何もすることがなかったら、多分まあ、まあ、久保さんはね、うちから出るものが結構あるので、なんか庭の手入れして楽しいと思えるかもしれないですけど、うーん、多分、久保さんから今動画を撮ったら、多分、結構生きがいというか、なんか多分、なんかポカンとするんじゃないかなと思うんですね、逆に。 毎日続けてる、逆に言うとこれが動画がないっていう生活になった場合、あの、多分、うんなんか心が満たされてないものが出てくるんじゃないかなとは思いますけどね。うん。まあこれは人それぞれなんで、まあ僕の実体験からですよね。楽って何なんだろうって自分の中で考えてみたらいいですし、その逃げたいんだったら一回逃げてみて、 一ヶ月でも二ヶ月でも何もしないでやってみれば、それは自分でわかるだろうし、それは人それぞれ答えは違うので、僕の答えは楽ではなかったっていうただそれだけですね。うん、心が全然満たされないと。だからや、人間がやっぱね、一番なんか、ん、まあ共通して言えることがあるとするならば、何かやってることがあるっていうところが、いいんじゃないですか。 うん、何かやっている。熱中、熱中できるもの。何か没頭できるもの。何か面白い。心がこうワクワク。心がワクワクするようなものがあるかないかっていうところが、すごく楽しく生きれるのか、楽に生きれるのか。なんかそ、その違いなのかなと。生きてても何もワクワクするものがない。多分ね、地獄ですよ、それは。<laughs> 多分ね。久保さん、どうですかね。ワクワクするものは何一つありません。どうですかね。 なんかつまんないと思うんですよね、人生。うん。例えば何か、あ手に入れたいっていうところで頑張ってね、お金稼いで手に入れて、手に入れた充,充実感とかね。で、それを手にして、まあ、車だったら車に乗ってみるとかね。それワクワクするだろうし、楽しいだろうし。久保さんが初めてキットを買って乗った時ってめちゃめちゃワクワクしたと思うんですよね。ちっちゃい頃憧れてた車を手にして。多分あのワクワク感動は、多分、 一生の宝物だと思うんですよね。まあ僕はそれは、あのー、キットではなかったですけど。うん。楽に行きたい。何なんでしょうか。行ってらっしゃい。